こんにちは。荒木和弘です。えー、神経症的な人間関係、えー、というんですかね。昔、まあちょっと、あのー、心理学みたいなことをかじったことがあるので、えー、そこへ確か出てきました。えー、敵か味方か意思ころかっていうなんか言葉がありました。えー、つまり、人間を、自分が他者をですね、えー、見るときに、自分にとって味方なのか、あるいはあ敵なのか、 で、そうでなきゃ全く関係ない人。ということで、え中間に当たる人というのをですね、えー、が存在できないということがあるんですね。これでもいろんなところで出てくることではないだろうかなと思います。あの、自分にとってこの人はもうこれ絶対に自分を裏切らない。というかもうこいつはもう絶対に許せない。 っていうような言い方、まあよくありますよね。で、僕はあの学生に時々言うんですけども、あの本当の親友っていうのは、えー、自分を絶対い裏切らない人間じゃないよ、ね。えー、自分があの、こいつにだったらば裏切られても仕方ないと思うような人間が、まあ、親友なんじゃないかという言い方をすることがあるんですけども、まあ人間それぞれね、あのいろんなことがありますから、 え、時にはそれは裏切られたって仕方がない、えー、とは思います。で、それをいちいちですね、こいつは絶対裏切らないなんていうふうに思っていると、かえって、えー、なんか人間関係おかしくなるんじゃないかな、という感じがするんですね。で、これは、あのー、国と国の関係でもやっぱりちょっとそういうところがあります。で、我々、日本人はなのか、あるいは他の国の人もそうなのかわかりませんけども、おこの国は新日国家だ、この国は反日国家だっていうふうにですね、 えー、きれいさっぱりに分けてしまう。で、この方が楽です。間違いなくね。えー、まあ言うまでもなく、韓国、北朝鮮、中国はこれは反日国家。え、台湾は新日国家。とかいうふうにですね。えー、考えると、それとっても気楽になります。でも、そう簡単なものでいいんだろうかということなんですね。 で例えば日本とトルコだったら、まあトルコって親日的な国だというふうに言われます。で、えー、まあそういうとこがあるんだと思いますけれども、でも、それはある意味で言うと遠いから、あんまり利害関係がですね、地、え、政、ー、学的な意味での利害関係がないということが影響しているんじゃないだろうかと思います。まあそういう中で好きだ。えー、逆にあんまり、ね、遠く離れててこれ嫌いだっていうことはあんまりないですよね。 で、えー、中国の中だって、えー、まあ日本好きな人はいるし、えー、北朝鮮だっているし、でまあ、韓国も,もちろんいますで。で、台湾の中だって日本嫌いな人は当然いるわけですよね。で、それをあんまりだからこう決めつけちゃって、これはもう絶対自分たちを裏切らないんだとかですね、そんな風に考えるべきではないと思います。それはもうそれぞれの国の都合があるわけで、その国ったってですね、 別に一人の人が全部独裁でやってるわけじゃない。中国だって別に習近平がですね、全部ものを決めてるわけじゃありません。で、もういろんなあの力関係があり、いろんな人の個人の中でも、例えばその習近平の中だっていろんな葛藤があった上での行動だろうというふうに思うんですね。これ金正恩だって何だってみんな同じです。どんな独裁者ってたって、それはですね、あの、全部自分が自由にできるわけではない。 ね、あのプーチンだってラブロフとの間にいろいろあるんだとかなかまあいろんな話あります。で、えー、そんなもんだというふうに思って、でそこで一体どういうふうにやっていくのかということを考えた方が話まあもうより生産的じゃないかなっていう感じがするんですね。えー、完全な社会っていうのは絶対ありません。日本だって、えー、これから先、えー、この国がいくら続いたとしても,もう完全なあの素晴らしい国 になるなんてことは、こんなもん絶対に、えー、ありませんね。これも絶、これ、これだけは絶対に断言できます。こんなことは絶対ね、人間が生きてる限り、私も含めてですね、人間なんていろんな欲望の塊ですから、そういう欲望があって、それがある意味で言うとうまくいけば、いい方にいけば、社会の発展につながってくるわけですよね。で、えー、そこが、そういうものをなくして全くですね、きれいにしてしまうなんてことは、これはできない。 ねまあ、あのかつて226の将校なんかが、まあ、その訓則の間を排除して、ですね天皇陛下と国民を、親、まあ、民を、まあ、直結して、そして、えー、素晴らしい国を作るんだみたいなことがあったわけですけれども、そこに何の計画も正直言って、えー、なかった、ねえー、本当の具体的にこの政府をどういうふうにしてなんていうことの計画というのは、まあ、ほとんどなかったわけですね。 でそれはまあもう結局失敗をすることになります。まあ、パク・ション比はあのその226なんかを見ていてどういうふうにするのがあのよりいい結果になるのかということを研究したんだろうというふうに思うんですけどもやはりあの昭和の初めの青年将校の思いっていうのは気持ちは純粋だったかもしれませんがでも社会の改革には全く向いていなかった。 ええと思いますね。これやっぱりもう軍人だからですよね。えー、軍人でも、あのー、石原漢字みたいな人であれば、またちょっと違うわけですけども、まあ、あの石原漢字なんかは、やっぱりああいうふうにこうちょっと変わった人だったんで、えー、一番トップにはなかなかいけないタイプの人であったと。で、いずれにしても、こうすりゃいいんだって、これがね、これが絶対にいいんだっていうことはありえない。ね、明治の時代がもうともかく素晴らしい。ね。 えー、縛りをたださんなんかちょっとそういうところありましたけども、でも明治の時代ってもう山ほどものすごい矛盾を抱えてた時代ですよね、えー。で、江戸時代もそうだし、その前もずっとそうだし、まあ今だってそうです。常に矛盾をずっと抱え込みすぎて、えー、混んでいるわけであって、で、我々はもう将来に向かっても、も,も,もですね、その矛盾をずっと抱え込み続けて、それをまた次の世代に渡しておかないかなきゃいけないわけです。でもまあ、 それでもね、あの、一生懸命にやってれば、なんか少しはましなことになるだろうということですね。我々が目指すべきものっていうのは、まあ少しでもマシな、えー、状況を作っていくということでしかありません。我々にとってですね、えー、人間にとって、ね、自分たちが生きていく上で、人個人でも国家でも、ね、参考書はあっても、教科書はありません。 えー、友人はいても保護者はいません、ね。そういうことで、あの、完全なものはないんだ。と、ね、でよりましな状況にしていくためにはどうするんだということを考えるのが一番必要ではないだろうかなというふうに思います。今日もありがとうございました。